はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、エピスカイリーセカンドさんというお店にお邪魔しておりまして、通風鍋とランチへ出るラザニアのセットに、カキフライをいただいております。このね、ラザニアもね、普通のやつよりも一応 2.5 倍の量で、通風鍋の方が4人前ですね、入っております。一旦通風鍋を、よし、じゃあすいません、いただきます。よし、いただきます。ちょっとね、お鍋食べると汗かきそうなんで、タオル巻いておきます。よいしょ。ということで、まずはじゃあランチのセットのサラダからいただきます。ちょっと前菜をいただきながら、こちらのラザニアも、ラザニアね、こんな感じ見えるかな、でかっ、うん、うまそう。うまっ。これはね、ペロッといくわ。よっ、うん、で、ちょっとね、カキフライをいただいたんですけど、見えるかな、めっちゃね、一つがでかいの。見えるかな、これ超でかい。うまっ、うまっ。2個目はソースね、特製のタルタルと、うまそう。めちゃめちゃうまい。うまっ。よし、じゃあお鍋ですね、お鍋。で、あん肝は火通ってなくてもいけるってことなんで、ちょっと先にあん肝を出すと、見えるかな、このあん肝。うまい、うまそう。いただきます。ああ、うめえ。お酒飲みたくなります。あ、スープ自体にも入ってる。あ、ちょっと先にスープだけいただきます。あー、うまいですね。あ、これ、あ、めっちゃうまい。ちなみにこの通風鍋は、はい、普段は期間限定みたいな感じなんです。仕入れによって、あ、もう通年通して、はい、あの白子が入るんですけど、はいはい、白子の時期だけ、あ、なるほど、なかったりあったり。じゃあちょっとそろそろ具材も火に入ってきたので、具材にはね、あのあん肝とかをはじめて、牡蠣とかエビとか海鮮系とお野菜がね、たくさん入っております。あ、うまっ。
また火が入ると全然あん肝も食感変わりますね。うまい。ちなみにお鍋とかってこれは2人前からですか注文？そうですね、2人前からやってます。多いです。これで半分ってことですもんね。もう皆さん。だいぶあん肝も牡蠣も相当な量する人2人前で。これもあの大げさに持ってるわけじゃなくて、はい、この量で。もう通常からこの感じでってことですよね。ここで甘めなんで、七味ね、めっちゃ合う。ぜひやってください、皆さん。あります。エビも、はい、あのお刺身用のエビを使ってるので、うん、そのまま食べれるんですけど、はいはい、エビから一番エキスが出るんで、それを最初に説明しちゃうと、あ、最初エビ食べちゃう。なるほど、なるほど。言わないようにしてるんですけど、やっぱ鮮度がいいやつほど味に出ますもんね。しっかりとやっぱりどんどんこう味が変わっていくというか。そうなんですよ。私はもう本当にあん肝の濃厚さがほぼほぼメインというか、だんだん煮込んでいくと野菜の甘みとかエビの旨みとかで、まだねちょっと僕カニ味噌取っといてあるんで、これ溶いたらまた絶対変わると思うんですよ。でこう鍋でも1から10まで毎回ねこう味が変わっていって、ずっと楽しめます。これはめっちゃうまい。ちょっとごめんなさいね、料理はあんまり良くないんですけど、量が量なんでね。ちょっとそろそろカニ味噌溶いてみましょうか。全然違うわ。あ、カニ味噌でこんな変わる。全然甘みがスコーンって上がる感じで、うまい。うん。あ、うま。今ねこの締め用のうどんを2玉いただきましたので入れましょうか。そしてこういうね、はい、締めのうどんちゃんでございます。うどんちゃん、よいしょ。ごちそうさまでした。